これまでがダメだったからといって、それは今日これからすることと無関係だ。アンソニー・ロビンス。今ないものについて考える時ではない。今あるもので何ができるかを考える時である。ヘミングウェイ。常にもう一度だけ挑戦してみる。トーマス・エジソン。絶体絶命に追い込まれた時に出る力が本当の力。本田宗一郎。すべての運命、すべての現実を受け入れること。そこから再び歩き出せばいい。山本寛斎。諦めないやつに誰も勝てっこない。ベーブ・ルース。あらゆる間違った試みは将来への次の一歩。トーマス・エジソン。無理だなんて絶対口にするな。マイケル・ジョーダン。絶対に負けてはならない敵は相手ではなく自分自身。上原浩二。絶対に勝つという決意が足らない。幕の内。絶対に起こりもしないことを恐れて人生をダメにしてはいけない。ルーシー。決めているのは絶対に自分を責めないこと。みやぞん。うまくいかないこともあるけど、それは冷静に考えると当たり前。なぜなら天才じゃないから。上原桃子。冷静になって考えてみると、致命傷を負うような失敗はそんなない。秋山さえ。怖がってもいい、そういうこともある。高橋和也。
ギブアップするか、チャンスであると考えるかが人生を決める。平山郁夫。最後まで攻める気持ちを忘れるな。片岡鉄心。大事なのは自分がもうダメかもって思った、そこからがスタート。最終的に勝負を決めるのは気持ち。田中将大。毎回石橋を叩いていたら勢いも流れも絶対につかめない。羽生善治。自分を素直に認められれば楽になる。土屋アンナ。諦めないと決めた時、そこに強さが生まれる。アーノルド・シュワルツネッガー。後悔することができるだけ少ないように、明日も明後日も生きていけたらいいな。錦戸亮。反省ばかりしているとバカバカしくて、これから先やっていけない。タモリ。森田和義。伸びしろが一つでも見つかれば、それはまだ成長できる証。安藤美姫。プライドにこだわっているうちはまだまだ本気になっていない。藤巻幸代。どこかまだ足りないところがある。まだまだ道があるはずだと考え続ける人の日々は輝いている。松下幸之助。自分の可能性に欠けている。三浦知良。過去を悔やまず未来を恐れもしない。ミシェル・ド・モンテーニ。
できると思えばできる、できないと思えばできない。これは揺るぎない絶対的な法則である。パブロ・ピカソ。俺は落胆するよりも次の策を考える方の人間だ。坂本龍馬。最後までご視聴ありがとうございました。またご視聴ください。